私の古巣日産自動車、行きたいと思います。どうもこんにちは、成田さん。この手前もあれですよね、普通に考えると GTR を想像して EV の GTR かなっていう感じなんですが、この車はまず GTR ではないですけども、当然 AI であったり知能化の技術、バーチャルとリアルのまあ融合ということで、この車の中でもVR ゴーグルを使うとそのままゲームの機械としてゲームができる。今回のモビリティショーでね、私面白い特徴だなと思ったのが、はい、結構皆さんスポーツカー EV のスポーツカー出されてるんですよね、はい、やっぱり車屋なんで車や EV になってもスポーツカーだぞみたいな、そんな主張があって嬉しいなと思うんですけど、やはりワクワク、人がワクワクするポイントっていうのはやはり変わらないんじゃないかなって私も思っております。こういうものが世の中にコンセプトカーじゃなくて本当に早く出てきてもらって、やっぱりお客様をワクワクさせていただく、そうなってほしいな、昔の日産にお世話になった人間として応援したいな、そのように思います。